今日の晩ご飯は明太子うどんと大きなアジフライです。かけすぎちゃった。最悪。よいしょ。とりあえずアジフライは OK です。次はおうどんです。レンチンでできるあのチルドのやつで。ごめんなさい、今揺れました。かけまーす。いやー、今日も仕事疲れた。あとあさって城ヶ島、そうですよね、今日火曜日ですもんね。火水木、早く行きたいよ。そう、昨日の雪、やっぱりね、なんかあのボランティアさんにあのメッセージを送ったら、やっぱりあの城ヶ島方面、あの雪ではなく、埼玉ほどひどくはないんですけど、あのなんだっけ、みぞれが降ってたそうです。心配です。特に漁港の猫ちゃん、猫ハウスがないですからね。一応小屋はありますけど、まあ、多分小屋に避難してるとは思いますけど。よいしょ。で、次はあの卵の黄身だけあの乗せます。なんかね、脳梗塞に黄身はいいらしいんですよ。脳梗塞でね、糖尿病かな、いや、いいらしいんですけど、白身が良くないらしいんですよね。だから取り次ぎは良くないって言われてるらしいです。じゃ、黄身入れます。よし、できた。あとはいつも通りのメニューに、あの今回はちょっと前、すいませんね、メカブも食べます。ではあの明太うどんと大きなアジフライいただきます。